こんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます。山本ひるみさん来てくださいました。ありがとうございます。はい、先週お世話になりました。横田めぐみさん同級生の会代表の池田さんも来てくださいました。ありがとうございます。はい、いつもお世話になっております。まなみちゃんもありがとうございます。はい、吉岡まなみちゃん来てくださいました。たくさんの方々ありがとうございます。今日、映像教育委員会代表の稲川和夫さんにご出演していただきます。はい、ちょっとお待ちください。大丈夫ですかね。大丈夫でしょうかと、ちょっとメッセージしておきます。映像教育研究会、すいません、間違えましたか。すいませんでした。はい、映像教育研究会代表の、お電話がかかってきた。ダメだったのかな。すいません、ちょっとお電話してみます。ちょっと皆さんお待ちください。すいませんでした。無音になってましたかね。はい、ありがとうございます。山本ひるみさん、ご自身の YouTube チャンネルで すいませんでした。はい、YouTube チャンネルで、横田滋様ご逝去に際しての、お話をされていらっしゃいましたので、ぜひ、皆さんご覧ください。はい、とね、なんか受話器マークが出てなかったようで、今ちょっともう一回スマートフォンの再起動からしていただいております。はい、大丈夫だと思います。ね、荒木和弘先生も Facebook に書かれてましたが、横田滋さんのね、一番のご弔意になるのは、拉致被害者を、すべての拉致被害者を取り戻すということが、はい、取り戻す活動をしっかり、国民一丸となって続けて取り戻すということが一番のご弔意になると思いますので、はい、皆さん、いろいろ落ち込まれると思いますが、前を向いていきましょうということです。はい、海越さん ありがとうございます。稲川さん大好きの海越さんが来てくださいました。山本ひるみさんの、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今、月さんが、URL 貼ってくださいましたので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そうですね。はい、もう本当にずいぶん前のデモの写真で、まだね、蓮池さん、八村さんが帰ってこられる前のデモの時のお写真ですね。はい、山本先輩もご参加されてたんですね。次の、はい、
どうでしょう、心配になってきた。大丈夫かな。で、稲川和夫さん、YouTube チャンネルに新しい動画もたくさん上がっておりますので、今ここにいらっしゃる方、ぜひ、ご登録よろしくお願いします。あ、そうですか。山本さんの初めてのデモでしたか。そうでしたか。あ、そうなんですね。横断幕を持ってたんですね。はい。まだね、本当に世間では、まだ風当たりの冷たかった時だと思います。でもこれだけの方々が参加されて、山本さんの写真あるかな、ちょっと探してみたいですね。この辺に、あ、今来てくださいました。もしもし。あ、聞こえてきた。稲川さん、お声出してみてください。もしもし。あ、大丈夫です。成功しております。コラボ終了しました。あら、すいません、もう一度。稲川さん、大人気に、今ちょっとコラボが終了になってしまったので、すいません、稲川さん、もう一度受話器マークを押してください。なんか接続が切れてしまいました。ね、もしもしが聞こえましたね。はい。今もう一度。います。あ、大丈夫かな。はい。音声入力、これかな？はい、大も丈夫しでもすし、よ。もしもはし、い。はい。聞こえませんか？聞こえてます。困った。なんで、あれ、電波弱いのかな。稲川さんの今いらっしゃるところの電波が弱いのかな。あ、聞こえてますよ。大丈夫ですか。あれ、なんか接続がうまくいかないみたいです。こういう時は一回私も立ち上げ直した方がいいんでしょうか。どうでしょうか。でも今日皆さんのコメントが普通に流れてるから大丈夫かなと思うんですが、蜷川さんには私の声がコラボに上がると聞こえてなかったみたいですね。眠とかもしれないよ。あ、はい。蜷川ていさまん、す。いか承がで認すを待っか？ています。開始。はい、もはし。い。あら、イヤホンジャックの、困っちゃったぞ。イヤホンジャックの根元をちょっとグリグリっとやってみてください。有線でしたら。いかがですか？え、あかん、やっぱり切れてしまう。稲川さんが勝手に落ちてるとは思わないので、なんででしょうか。このまま切れませんように。はい、成功してま困っす。たな。稲川さん、お声。で、聞こえてますか？聞こえてませはい、ん聞ね。こえてます。ダメだ。どうしようかな。なんか何回も切れますね。出たり入ったりとかね、多分勝手に切れてるんだと思います。いかがでしょうか。じゃあ私が電話をかければいいのかな、そちらに。いや、声聞こえてます。大丈夫です。稲川さん、聞こえますか？あかん、切れるね。ちょっとね、もしかしたら、ちょっと私も一回、さっと切って、さっと立ち上げ直しますね。すいません。後でアップしていただく方、すいません。はい、ちょっと今、もう一回立ち上げ直しました。
これでもしダメだったら、いかがですか？皆さん大丈夫ですか？接続不具合中。はい。あ、今。もしもし、これで。聞こえてあ、ますはい、か？大丈夫です。聞こえ皆て川まさん、聞こえせまん。すか？いかがです？あかん、やっぱり切れるね。このパターン。私のね、いや、パソコンじゃないです。スマホです。え、そうなんですか。ツイキャス上がらないことが多い。ちょっとね、どうしたらいいんかな。私の Wi-Fi もね、すごくね、今日はなぜか不安定なんですよ。ちょっとドコモの、すいません、山本さん、申し訳ないです。ちょっと私も 4G にしたいと思います。コラボの承認を待っています。はい、はい、承認できて待っまていす。ます。できてます。あかん、切れちゃう。ちょっと、すいません。今、何回も立ち上げ直してすいません。ちょっと Wi-Fi を切りました。ドコモの 4G でやってます。今ちょっと、もしかしたら私の Wi-Fi が弱いのが原因かもしれないと思って、切りました。稲川さん、再起動はお願いし聞こえててますます。か？はい、聞こえてます。これでいかがでしょうか。どうでしょう？聞こえますか？はい、聞こえます。大丈夫。ああ、やっぱ切れるね。これはどうしよう。さて、私は関係ないんですかね。稲川さんスマホです。どうしたらいいんかな。今ちょっと悪い頭でいろいろ考えております。ねえ。あ、そうなんですね、福田さん。困りましたね。はい、治りました。上がっていただいております。スマホのアプリを一回完全に落とした後に立ち上げして貼り直すといけますよ。アプリを一回完全に落とした。アンインストールってことですか？再起動はしていただきました。受話器マークが出てないっていうふうにお聞きしたときに。どうしたらいいかな。でもなんか前もこういうことありましたね。稲川さんじゃなかったけど。どうしましょうね。どうしましょう。すいません。大丈夫ですか。何か聞もこえしましもた。し。聞こえますか。稲川さん。聞こえますか。お声がね、ちょっと、ダメなようなので、ちょっと待ちください。もう申し訳ないです。何さ回て、もコどうラしボにたら上がっていただいてる入のれに。るんでしょう。稲川さん、いかがでしょうか。ね、すぐ落ちてしまいます。入れない。ああ、切れてしまう。そうなんですよ。切れちゃうんですよね。
ちょっとお待ちくださいね。スマホの再起動もね、さっきしていただいたばっかりなんですよ。Wi-Fi に追加ね。あれ？つなげてないですか？末端の NW 機器があれば、その電源を切ってください。多分稲川さんに、コラボに上がる前は聞こえてるんだと思います。稲川さん、いかがですか？ダメですか？なんかあんまりこういうのがずっと続くと申し訳ないですね。ちょっとね、お電話、メッセンジャーの方のお電話をちょっと使って電話してます。もしこれで、ね、皆さんに声が聞こえたら、これでいこうかな。稲川さん。聞こえてますか？でも皆さんにどの程度音声が聞こえるかどうかちょっとわからないんですけど。今話せてますね。話してます。皆さんいかがはいではい、すか？話してますね。どれぐらい聞こえます？あ、切れた。聞こえてますが、あ、ピ切れョンピてョンないと切れ来ててない。よく聞こえますが、バッチリ聞こえています。また君に恋してる。なんだこれ。音声 OK。聞こえています。はい。聞こえているのかな？聞こえてるようです。じゃあ、このままいきそまししてょうこれ、か。はい。このまま行くとですね、はい。多分シェリーさんが電話をしてくれたというんで、なんか電話代かなんかかかってしまうんじゃないかな。これはメッセンどうジでャーしょの電話なんで、かからないです。う。大丈夫ですか？大丈ああ、夫よかっです。たよかった。はい。いいですか？じゃもあ、う、申し訳なくして。ばらくこれで行きましょう。はい。申し訳ありません。すいませんでした。聞こえてます。OK。ただです。あ、ただだって。よかった。ヘルミさんが書いてくれました。すいませんでした。何回も。なんか前矢も、島さん、聞いていただいてありがとうございます。何回もこういうふうにコラボに落ちてしまうの、前も三浦先生の時が、こういう先生の時でありましたね。すいませんでした。サーバーが重くなってるのかもしれません。すいません。皆さん、お待たせいたしました。稲川大先輩の兄貴が、今お声を届けてくださっ教育委員会と言ってくれましたけた。ど、よろしくお願いし間ます。違えま研究会でございますので、す。すよいろしくお願いします。ません。笑い事じゃないですね。映像教育研究会でございます。本当そうにです。失礼いたしました。稲川さん、今はですね、ご自宅で、そうです。Wi-Fi だったんでしょうか？なんか知らないけど、とりあえず、松本さんも 怪しい稲川そうじゃ君ないかな。怪そうじゃないしい。かと思います。Wi-Fi でも普通に光回線ですよね。そうですね。ねえ、なんか、そんな電波普段弱くないですもん。ソフトバンクはダメなんじゃないかな。このままで、お話ししていってください。ありがたいです。矢音島がさん切まれだて飛んまでていす。ます。音が切れる。切れますか、皆さん。プチプチ切れてしまう。私はシリーさんと、音が切れ話をて、できあ、てやっるんぱ、ですが。はい。音飛び飛び。ちょっと待ってくださいね。Wi-Fi に切り替えたら、一回切らないと、どうしたらいいかな。なんか今日は、じゃあすみません、Wi-Fi に切り替えますね。
どうですか？失礼いたしました。ミュートが当たっています。失礼いたしました。ミュートになっておりました。申し訳ありませんでした。大丈夫ですか？もう、ここからスタートということにしてください、今日。すいません。私とシェリーさんは今話してるわけですが、大丈夫なのね？今は皆さん大丈夫ですね。今バッチ今リバッですチと。リで、すいません、今からスタートということで、今日は、よろしくお願いいたします。通じる間に頑張りましょう。よろしくお願いします。稲川さん、たくさんの方々が稲川さんの劇を飛ばしていただこうということで、なんか今日はね、やっぱり、おととい亡くなられた茂さん、横田茂さんの、話からね、入るしかないよね。ねえ、すいません、もうなんか大変な時にゲストのお願いしてしまってて、もう長いお付き合いですね。そうですね。ねで、いろんな人がツイッターとかね、SNS でこういろいろ書いていらっしゃってですね、中にはちょっと腹が立つコメントもあったりするんですけど、そうなんですよね。いろんな方がいろんな意見書かれてますね。その中でね、我が盟友たる三浦小太郎さんがですね、素晴らしい文章を書いていらっしゃいました。で、読まれた方はもちろんいらっしゃると思うんですが、あえて、朗読をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。こたちゃん聞いてる？ごめんね。先に読んじゃいます。今日、三浦先生、用事でツイキャスの方はちょっと聞かれてないんですけども。そうなんです。残念な横がら。田茂さんは耐えることができる人でした。茂さんは朝鮮人の悪口を私の知る限り言ったこともない。運動家や政治家への不満や批判を公的な場では決して口にしなかった。はっきり言うけど、もし自分が同じ立場だったら絶対にできない。世の中を支えているのは、例えば私のように言いたいことをあちこちに書いたり喋ったりして虚名を求める人間ではなくて、じっと与えられた運命を受け止め、そして運命に負けずに静かに戦い続ける人たちです。耐える力を持つ人たちが、多分この世界を何とか堕落から救っている。本当はこういう人たちが報われるような世の中を私たちは作らなければいけないのに、あれだけの運命に耐え抜いた横田茂さんに、自分の娘に一目会いたいという当たり前の望みすら叶えてあげることもできなかった。今は残念だし、申し訳ないという言葉しかありません。で、すみませんが、この週末はネットを休ませていただきます。この投稿に関しては、コメントにもあまりお答えできないと思いますので、ご了承ください。というメッセージが入ってました。大変なことです。で、私の、朗読させていただいた中で、小太郎さんが言う通りでですね、まさに本当に僕たちは耐えることができなくてですね、耐えなきゃいけないのに、耐えずにですね、いろいろコメントしたりしておるんですけど、でも、耐える力っていうのは大事だなと。そう思います。なんか、ジャリジャリっつってるけど、ジャリジャリ。なんか音、大丈夫ですか？ジャリジャリって言って、ああ、治った。治りました。なんて言ったらいいんですかね。
本当にいつも言葉を荒げられませんし、丁寧に、なんて言うんですかね、多分私が初めてしげるさんをテレビの画面でこう拝見した時にですね、感じてたのが、13歳の娘さんを奪われて、もう本当に大変お辛いだろうに、そのものすごく苦痛の表情を浮かべるわけではなくて、少しこう笑顔で、もちろん作られたものだと思うんですけども、皆さんに失礼のないようにということで、丁寧にお話ししながら少し笑顔でお話しされるのが、何と言いますか、本当に人間のできた方だなと思って見ていた記憶がありますね。耐えることができる人だったっていう、本当に耐えるのは何て言うんだろうな、意志の力ですよね。感情だけで動いてるんじゃなくて、やっぱり強い意志を持って受け止めるということじゃないかと思いますね。またその国民の方々に、何としてもそのめぐみさんを取り戻すためには、一人でも多くの方に力になっていただきたいという気遣いもすごく、カメラの前などでもされていたんじゃないかなと思うんですね。その通りだと思います。稲川さんはどんな思い出がありますか、しげるさん。そうです。とにかく僕は、しげるさんに酒を勧めるだけのことをしかやってこなかったんですが、よく一緒に飲まれましたか。横田ご夫妻と3人で飲むっていうのが何度かありまして、そうですか。で、飲ませすぎてですね、酒屋さんには叱られたりもしましたが、で、飲んでも、ここにコタちゃんも書いてるけど、しげるさんは人の悪口っていうのをね、言ったことないですよ。そうですよね。で、一緒にやってる人たち、家族、それと政治家に対しても、言いたいことはね、山ほどあったと思いますよ。そうですよだね。けど、一切非難とか攻撃とかしない人でした。そうですか。お酒を飲まれたら、こう、楽しそうな、感じ普通です。はね、愚痴を言いたくなったりもするでしょうけど、酒の力というかね、そんなんで、愚痴を言いたいと思った時ももちろんあると思うんですけど、一切言わなかったですね。穏やかでしたか？で、一度面白いことがありましてね、あるお店に行って、私と西村さんが一緒だったかな、慎吾とに先か生く、も。はい。4、5人で、飲んでてですね、で、店で、ラストオーダーですって言ってきたわけですよ。なるほど。で、ラストオーダーですってね、そしたら、いきなり、日本酒2本って言う追加ですね。追加。それだけで、その後30分ぐらい粘ってたんですけど、そうですか。早紀江さんはね、ハラハラしながら隣で見てるわけですよ。それで、でも、なんて言うんだろう、あんまり、早紀江さんも攻撃をすることはないし、しゃあないなっていう感じで、ニコニコしながら見てましたけど、そうですか。もうとにかくラストオーダーです。でね、はい、日本酒2本。
ていうのがずっと残ってるな。そうですか。はい。大変だね。ご苦労させてしまったなと、本当に思っております。今一緒に飲んだという西村慎吾さんが素晴らしいコメントを書いてましてね、昨日、時事通信で。これも読んじゃおうかな。西村さんが本人が読んだ方がいいんだけどな。ぜひぜひ。読んじゃっていいのか？はい、ご親友の稲川組長に。はい。まあ、時事通信で見れば見れることなんですけども、ぜひお願いします。音で聞いてほしいなと思いますんで、読みます。横田滋さんが6月5日午後、お亡くなりになった。謹んでご冥福をお祈りいたします。永遠の安らぎのもとで、奥様の早紀江さんと、今も北朝鮮に抑留されている娘のめぐみさんをお守りください。同時に、看病を尽くされた奥様の早紀江さんと、北朝鮮にいる娘のめぐみさんのご健勝を切にお祈り申し上げます。1年前に川崎の病院に茂さんをお見舞いしたのが最後になってしまいました。お見舞いの後、奥様の早紀江さんとジャーナリストの有泉さんと3人でお昼の食事をしました。その時、テーブルで早紀江さんと話していて、無念の思いがこみ上げてきて、深くにも涙があふれてきました。早紀江さんが手を伸ばして慰めてくれました。申し訳ない、反対やないか、俺が慰めなあかんのやないか、と心で叫んだのです。本年に入った2月、神戸の有本恵子さんのお母さん、佳代子さんが亡くなられました。その時、神戸に行って、夫の明弘さんと佳代子さんの写真を見ながら、佳代子さんと早紀江さんが手を取り合って、私たち京都と神戸の関西人同士で気が合うの、と言っていたことを思い出して、早紀江さんも寂しくなったなぁと思ったのです。横田滋さんのことで一番心に残ることは、平成9年1月のことだった。前年の暮れ、今特定失踪者問題調査会代表をしている荒木和弘さんが事務所に来て、北朝鮮に13歳の女の子が拉致されている。北朝鮮から韓国に亡命した者が韓国の警察にしゃべり、韓国から日本の警察に照会があったと話した。そこで2人で、このまま日本が無反応なら、北朝鮮でその女の子の身に危険が及びかねない、今すぐ声を上げよう、ということで一致した。そこで実名でやる。少女 A ではダメだ。問題は、めぐみさんのご両親が実名でやることを承知してくれるか否かだ。荒木さんにそのご両親の意向の確認方を任せて報告を待った。そして、父親の茂さんが、めぐみの実名でいいと承諾した旨の返答を得た。よって、実名、横田めぐみで、1月、政府に質問主意書を提出し、2月、衆議院予算委員会で質問した。思えば、この父親の実名承知の決断は、娘に身の危険が及ぶ可能性を承知した上での決断なのだ。尋常な決断ではない。私はそれから時に、実名を出して北朝鮮でめぐみちゃんの身に危険が及ばなかったか、北朝鮮の権力は無慈悲だ、殺しかねないという心配と不安がふと浮かぶようになった。まして親、父
であるしげるさんや母の早紀江さんの心労はいかばかりであったろうか。そして平成14年9月17日、北朝鮮は小泉訪朝団にめぐみちゃんの死亡を伝えた。横田茂さんは泣き崩れた。私は血の気が引いた。我々を、いや日本を励ましてくれたのは母早紀江さんのその時の言葉だった。皆さん、めぐみは濃厚な足跡を残していきました。人は皆、いつか死にます。皆さん、めぐみを愛してくださってありがとうございます。しかし、朝鮮語が堪能で北朝鮮専門家の荒木和弘と西岡勉は、我が外務省が北朝鮮の言うことをそのまま盲信して、我が家族に死亡宣言したのに対し、直ちに、北朝鮮の死亡報告が嘘であることを見抜いた。しかし2年後、北朝鮮は日本にめぐみさんの死を信じさせようと、めぐみさんの遺骨を日本側に提出してきた。横田夫婦に娘の死を信じさせれば、拉致問題は葬式を出して終わり。小泉純一郎が北朝鮮に約束してきたように、日本は北朝鮮に1兆円を超える金を出すからだ。すなわち、小泉訪朝における小泉と外務省の主目的は、北朝鮮に巨額の金を渡し、国交を結ぶことであった。拉致被害者救出は主目的ではない。したがって、小泉総理と金正日の平壌宣言には、拉致のラの字もない。実はこの時、日本が核を持つテロ国家に巨額の金を渡すテロ支援国家に転落するか否かの境目だった。しかし日本の DNA 鑑定技術のレベルは北朝鮮の想定を超えて優秀であり、我が国はその遺骨はめぐみさんと別人のものと見抜いた。その時、大阪の中之島の下半にいた私に、お母さんの早紀江さんから電話があった。めぐみの骨ではありませんでした。その早紀江さんの声を聞いたとき、私は空を向いて涙がこぼれるのをこらえた。横田茂さんのめぐみの実名を出してくれという決断は、拉致被害者救出という時代を画する歴史的な国民運動を誕生させた。そしてこの運動は全拉致被害者救出完了まで続く。したがって横田茂さんの思いはこれからも生き続ける。明治の政治家である田中正造は谷中村という小さな集落を水没から救うために命を懸けた。彼は言った。谷中村を救うことは日本を救うことだ。谷中村を水没させることは日本を滅ぼすことだ。すなわち亡国を知らざればこれすなわち亡国と。横田茂さんの娘の恵みを救おうとする生涯は日本を救う生涯だった。横田めぐみさんの救出を諦めることは日本を滅ぼすことだ。我らも横田茂さんに続いてという時事通信でございました。はい、すいません、ありがとうございました。すいません、はい、ちょっとだけ手が当たってすいませんでした。ちょっとごめんなさい、はい、体制的に失礼いたしました。ちょっとだけ最後の方が切れてしまったんですが、はい、いやいや、私がねツイキャスの、はい、ところで切れてしまったんです、はい、すいませんでした。大丈夫ですか、皆さん。はい、すいません、厳しい体制でいたので申し訳ありませんでした。はい、谷中村の話は入んなかったのかな。あ、そこがねちょっとだけ最後切れたか、ごめんなさい。はい、すいません、ちょっと触らないようにしますね。はい、はい、すいませんでした。今大丈夫なの。今大丈夫です。でも皆さんがからは、
10秒ぐらい遅れて聞かれてるので、はい、すいません、もう申し訳ないです。生放送なのでお許しください。すいません。はい。最後の西村さんの最後の結論というのはね、横田滋さんに続いて、すべての拉致被害者を救出するという、それが日本を救出することだ、日本を救出するために生涯をかけようということをその書いてました。で、私もその通りだと思います。どうもすいません。いえいえいえ。ありがとうございます。はい。聞こえないですか、皆さん。大丈夫ですか。はい。矢島さんが書いてらっしゃるけど、特定失踪者の家族に対してもですね、一緒にね、戦っていきましょうという感じのメッセージを茂さんはずっと言ってらっしゃいましたね。はい。で、認定されようとされまいと、やっぱり被害者に違いはないんだっていう感じの発言をですね、していたなということを今思い出します。あ、はい。稲川さんは、まあ、すべての、まあ、認定者とか認定されてない方、特定失踪者の方、変わりなく、集会や救うための、まあ、デモなどすべてこう関わってこられて、取り続けてこられているのお立場から見て、なんて言うんでしょう、もうズバッとお聞きしますけれども、今までもたくさんの特定失踪者のご家族が亡くなられてこられてますね。でも、こうして、まあ、拉致被害者ご家族としては、すごく世間的にも有名な横田滋さんの、まあ、ご逝去に際して、まあ、報道の方々も安倍総理にもこう、意見を聞きに行ったりとかしますけど、そういう、なんていうか、差についてはどのようにお感じになられますか。扱いの差というか、はい。聞きに行くんだったら、とにかくその拉致の可能性を排除できない、特定失踪者に対してもね、やっぱ同じように聞いてやれよという思いがあります。政府がね、884人っつったかな、最初はね、これだけその疑いのある人たちがいるんだよっていうことを発表しましたけど、で、それ以降ね、政府および警察庁、警視庁が一生懸命やったことはね、その可能性を排除できないと言いながら、実は国内にいたんですって言ってですね、それだけを大々的に発表するんですよ。ね、で、それは何だという気がしてます。で、そのね、自分の家族がいなくなっちゃったらね、そしたら必死で探そうというのが家族でありね、で、さらにその可能性が排除できないという人だったら、それをその、なんつうんだろうな、国民的課題としてやんなきゃいけないんじゃないかと、政府はね、そう思うよ。で、以前、年金未納問題というのがあってね、未納3兄弟とか言ってやった、2008年だったか7年だったかありましたよね。ありました。で、その時に僕いろんな人たちに言ったんですが、とにかくね、横田家はね、少なくとも税金も社会保険料も年金もね、一切サボらずに払ってきたぞと、それは何かと、何のためかと言ったらですね、もし火事になった時にね、地元の消防車が来てくれる、もし泥棒に入られたら警察が
ね、捜査に来てくれる。その政府に対する信頼感でもって、国家と国民という立場があるんじゃないか、そういう思いでね、国を支えてきたんだと。それなのに娘がやられちゃった時にね、何もしてくれないとしたら、これは何だという怒り憤りというのが、僕は横田家にも、まあ他のね、はい、政府認定のご家族の中にも、さらには特定失踪者のご家族の中にもあると思うんです。はい、でそういう思いに応えるだけのね、仕事をしろよと、うんうん、国政を預かる国会議員の諸氏はね、700何十人かいるようですけど、国を預かるっていうのはそういうことなんだという思いになったら、うん、ね、この北朝鮮による拉致問題というのは国家の本当の最優先の課題じゃないという思いがするんですよね。はい、大丈夫ですか？どうした？あ、はい、いやいや、もう、はい、いやいや、もう、その泥棒人さらいじゃないですか、はい、北朝鮮がやってることは。はい、で、はい、その人さらいの犯罪をやった国と、日朝国交正常化推進議連みたいなものがあって、で、はい、なんなのって思いますよ。いや、もう本当に何なんだろうっていうふうに思います。はい、で、こうして、はい、いや、もう。どうしたらいいですか稲川先輩、どうしたらいいですか本当に。松本さんがコメントで書いてるね、はい、残念無念痛恨の極みはもう聞きたくない。そんなことは民間でも言えますもの。はい、はい、実行あるのみで、その実行を呼びかけるとですね、例えば荒木和弘という人はですね、政府主催の政府および地方行政機関が主催する集会なんかには声かけられなくなっちゃったとかですね、とても辛い立場にあるんですよね。だそれでいいのかな、それは違うだろうということでね、行動していくしかないんじゃないかと思いますよ。そうですね。はい。だからいろんな人たちがね、横田さん亡くなったで、それに対して責任を取れないというのは、安倍晋三さんは総理大臣を辞めるべきだとかですね、安倍おろしにですね動いている人たちがたくさんいますけど、そういうことではないんですよね。昭和20年代から特定失踪者というのはこれだけいるわけですよ。はい、調査会が調べているだけで、そのね、470人いるわけですね。で、それに対して国としてやるべきことはですね、相手の国に対してとにかくきちんとその疑惑を持たれていることに対して責任を持てと、犯罪を犯しているならそれをきちんと公表しろということでね、言っていくのが国を預かる人の仕事でしょというふうに思いますが。はい、ありがとうございます。また、なんて言うでしょう、その安倍総理に責任追及して辞めてもらいたいっていうのに、横田茂さんの、亡くなったことを利用するのもいかがなものかとも思いますが、いかがなものかどころか、いか
疑われますよ。いやでも政治家さんですから、まして総理大臣ですから、まして7年も長期政権を務めてこられてますし、天皇陛下とまた違うのはですね、ご自身で選ばれて政治家さんになられてる方ですから、結果がそうで全すてね。という厳しい声があるのも別に擁護する必要もないんじゃないかなとも思います。結果はすべてですよ、政治家は。で、だやっけぱりど、真っ当な怒りであれば、その安倍総理をね、降ろしたいために拉致被害者の死を利用するのではなく、いつまで何をしてるんだという真っ当な怒りは、北朝鮮が日本国民をこの拉致問題についてどれほど真剣に怒っているかというのを見てると思いますので、そこは緩める必要はないんじゃないかなというふうに思うんですが。そうですね。緩めずに、とにかく政治家全員がですね、国家最優先の課題であるところの、この拉致問題に対して本気でやれと、本気でやれよと、もし本気でやらないんだったら落とすよというだけの、なんていうのかな、強い姿勢を我々、その選挙民が持つということが大事じゃないかと思います。で、結局ね、その拉致問題解決できないって言って、なんでかっつったら、あんまり真剣にこの問題を考えていない人たちでも、地元にね、利益を運んでくるからっていうようなことで、それで地縁血縁でもって政治家を選んでるわけですよね。だからそういうことを考えると、国民我々一人一人の責任でもあるんですよ。そうです。もうだから今の政府は国民の映し鏡だと思いますので、そうです。だから国が何やってるんだって言いながら、ああいう日本政府の態度っていうのも国民の情けない姿の表れなんだなというふうに思ってます。だからね、皆さんやっぱり、しげるさん亡くなった悲しい、悔しい、腹が立つ、くそーっていう気持ちは、やっぱりどこに向けるかは、まだもうちょっと自分にもできることがあったんじゃないかっていう、過去の自分にね、向けていただくのが多分一番いいんじゃないかと、思います。全然質問に対して質問で返すようなことなんですけど、シェリーさんはなんでこんな一生懸命この問題に取り組もうと思ったの？なんででしょうか。 いえいえ、すいきっまかせけん。はいもうつ頃？20年以上最前線で取り組んでこられた稲川さんに、なんか一生懸命とか言っていただけたらありがたいんですけど、きっかけは何だったんですか？きっかけはですね、偶然です。 月月さんさんのが一人とか言って偶然ですなんてひどいね。始まりは、そうですね、まだネットが、それほどインターネットが、なんていうんですかね、ない時代に、テレビでリおんばさんの話とかを聞いてまして、何だろう、というふうに思い出して、リオファ先生の本を3冊ぐらい読みました。で、それも大きなきっかけだったんですけど、で、大韓航空機爆破事故とか、ありましたし、何よりも本当に、キム・ジョンイルが拉致を認めたという時にですね、
もうやっぱり私の中ではものすごい衝撃だったので、でもその頃って私まだ下の子が2歳ぐらいだったんですよ。で、まだ上の子と下の子の子育てにも手いっぱいで、なんか自分の中で何もできてないけど、拉致問題について何とかしたいっていう気持ちはずっとありまして、で下の子が高校生になった時に、もうお母さんのやりたいことをやらせてくれないかという 言いまして、そこから活動を真面目にやるようになりました。で、そういう方多いですよね。そうですか。お子さんの手が離れた時に、このままじゃダメだろうと思った人たちね。それはそうなんです。多いもうでだすから、ね。なんか家族に、許可をいただいたというか、まあ中学校の間とかはもう部活の送り迎え、塾の送り迎えとかも一生懸命やってましたし、仕事もして家のことっていうので、もうそれで手いっぱいだったんですけど、もう下の子が高校生になった時に、いやもう私がちょっともう一つどうしても自分が後悔したくないことをさせてもらいたいということで、やるようになったんですね。で、私はこのツイキャスで最初は一般の人にお話をお聞きしてたんで、もちろんものすごく一生懸命、自分で手作りのブルーリボンを何千個も作られて、加藤哲司さんみたいにね、のようにね、そういうことをされてる女性が四国の愛媛にいまして、で、こんなに一生懸命そのリボンを県庁や市役所やに配られてたり、まあ一般人でもこんなに一生懸命やるんだなっていうのにもすごく感銘を受けたのもありますし、で、いろんな全国の救う会の方々と、まあこういうネットなので、こう、まだ会えてない状態なんですけど、知り合えて、こういうふうにやってる人っているんだなっていうふうに分かってきて、で、さっきコメント書いてくださってた池田正樹さんですね。めぐみさんの小学校と中学校の、同級生の池田さんと吉田さんに、バイオリニストの吉田さんに、一番最初にツイキャスに出ていただいたんですね。そうですか。で、その時にですね、だからその実際に、池田さん、コラボ上がりますか？ごめんなさい、これね、コラボ2になってるんで、そっか、コラボ上がれるのか。ちょっと後で待ってくださいね。その時にやっぱり、もっと一生懸命やろうと思いました。できるだけのことをやろうじゃないと、私はありがたいことに日本に生まれて、体も健康ですし、子供も健康ですし、特定失踪者や拉致被害者の方々のような、家族がバラバラになっているような悲しい思いもしてませんし、まあ、これはなんてありがたくて幸せなことなんだろう。まあ、それなら少しでもなんかこう自分でもできることをやらなきゃなというふうに 思いました。月さんがいじけてますか？そうですね。まあだから一生懸命やってくれる仲間がたくさんできたっていうのもありがたいことですし、でね、増本さんや、今もコメント書いてくださった三浦先生や、ありがとうございます。本当にね、矢島さんもありがとうございます。だからたくさんの、長く拉致問題に関わってこられたいろんな方々に、こう、黒坂先生もはじめ、もちろん稲川先輩もはじめ、お会いして聞けば聞くほど、これは日本人としての責任だと、なんだと。国民としての責任ですよね。
国民が置いてきた大問題だし。宮潤さんというのをコメントを読んでるんですが、この2日間には自分にもっとできることがあったのではと自問していますと書かれていますが、本当にできることはあるんですよ。できることはあるんですけど、まあいろんな事情でね、実際行動できない、参加できないという人いると思うんですが、レレレのおばさんも書いてますね。最後、6年前にお父さんが亡くなられて、それがきっかけで背中を押されたという感じで、はなりつつできないことがたくさんあったということをね、本当、そういう人ばっかりだと思うんだ。で、そうですそうよいね。う人が声を上げるというのが、大事なことなんじゃないのかなというふうに思ってます。わかります。あなたが声を上げると、周りの方に、これ絶対影響はあるんですよ。響きます。そうですよね。あなたにしかできない声の届け方っていうのがあるんですよね。最初に言ったんかな、俺、できることできないことっていう話をしました。で、あなたにできることはあなたにしかできないんですよと。だから、ぜひね、なんか、思いをね、形にするというのは、思ってる人にしかできないわけで、そういう意味ではね、なんつうんだろう、心に思ったことを行動に移そうという気になっていただけたら、日本変わるんじゃない。そう、セイラさん、そう、だから署名に行ってっていうのが、なかなか田舎の方で、かなり都そう心だまな。でね、電車に乗ってきてもらわないと書けないような、私も自分のいとことかに、代理署名 OK もらってたりもするんですよ。で、もちろんね、署名が終わったらありがとねっていう連絡もするし、でもね、それを最初にお願いするときには、えって、ちょっとなんかびっくりされて、そうですね。でもね、ああ、そういうこと、頑張って、と、使ってもらって全然いいよって言ってくれたり、で、そういうことがきっかけになって、またね、その人も関心が高まる、と思うし、でもね、私たちにはその大きな影響力はどうしてもないから、やるしかないですよね、組長ね。と思います。マザー・テレサの言葉だったのね、森本君が入れてる、くれてるけど、とにかく、森本さん、ありがとうございます。できることをやれよと、しんどい時もあるだろうけどね、今日何、神戸で署名活動をやってらしたんだって？違う、ごめんなさい。私が、違う？来週の日曜日だったんです。来週か、今すいません、こ一の週間日勘曜違いしてました。日。そういう署名をお願いするのに立つということも大事だし、もう署名できないとしてもですね、なんか署名活動を呼びかける側にはいけないとしても、なんか、そういう署名活動をやってるっていうのを見たときに、知らんぷりしないでほしいというのは一つと、それとさらに、妨害はしないでくれという思いがありますね。妨害映像というのが、なんか、あるんですよ。その映像をたまたま撮っちゃったらですね、フジテレビにしても、NHK にしてもね、署名板叩き落としていく。ところの映像っていうのは稲川さんしか持ってないと思うんで、それ出してくださいってなことを言われてね、稲ちゃんはいい人ですから、どうぞどうぞってね、勝手に使ってくだもさい。今日しましたけど、う、ねえ、無償提供。
たまたまビデオを撮ることしかできなかった。ね、でそのビデオを撮ってる間にね、時々疑問を差し挟む人がいましてね。で疑問を言ってくる人に対してね、いや、とにかくこれは日本人としてやんなきゃいけない問題なんですよということを、しつこく、言ったらですね、分かりましたって署名をしていってくれた人もいたし、そういう、なんていうのかね、自分にできることだけはやんなきゃいけないなと思いますね。あら、急に名前を言われるとびっくりするそうか、ごめんなさい、ツイキャスの前に聞いとけばよかったんですけど、この、はい、3月1日の、はいはい、はい、そうですね、神戸デモで、まあ、皆さんがですね、こう歩いてるシーンがあるんですね、はい、でそれの後ろに、あなたを忘れないの曲が流れている、はい、はいはい、はい、新作映像をですね、編集されたわけなんですが、はい、あれはちょっとやっぱり一般の人にはなかなかちょっと、はい、公開っていうのは難しいんですか？いや、まあ、荒木和弘さんと相談はしますが、はい、記念どっかで公開してやっていくのがいいだろうと思ってます。はい、あの中でいろんなご家族がですね、はい、まあ、悲痛な訴えをした、2008年だったかな、それ の10.23 東京都庁前集会というのがあったんですが、はい、その集会の集会で聞いた皆さんの声、うんうん、それがですね、撮影してる時もですね、背中に鳥肌が立ったしね。そうでしょうね、うん、その、うん、もうあの声をなんかやっぱ残しとかなきゃいけないなということを感じてですね、で荒木和弘氏にはですね、そういうことでそういうオーダーだったらデモから写真が飛び出してその写真のご家族が出るという、うんうんうん、そういうのを作れよと言われたんで、うん、分かったよって、それで作ったわけですが、おかえりと言いたいというと、ね、はい、うん、でちょうどただいまも言えない、おかえりも言えないという本を出版したその記念制作ということで、はい、作っちゃったわけです。はい、はい、ぜひね、資料としても大変なものですから、本は多官書房から出てるんですけど、はい、ぜひ拉致問題に関心をお持ちの方はですね、本として購入していただけたらというふうに思います。はい、そうですね、あれは結構編集大変だったと思うんですけど、はい、こう映像が写真からこう飛び出してくるような、はい、はい、で、まあ、前に撮られたご家族のお姿とかお声とかが載っているわけなんですが、はいはい、ものすごく大変な作業でしたか、いかがでしたか。その私はもう見るのもですね、すいません、一気に、はいはい、30分なのでもちろん一気に見れる時間なんですけど、はい、ご家族のもう心の叫びが、はい、もうなんかものすごく突き刺さって見れなくなるんですね、途中でこらえきれなくなるというか、稲川さん大変だったんじゃないですか。はい、大変でした、ね、だけどその映像を撮っていたのは日本文化チャンネルさくらのカメラマンと、はい、私と、はい、まあ、最後まで全部全収録してましたが、はい、そのなんていうのさくらとしたら放送のね、いろいろ枠とかあって、うんうんうん、全部は出せないということで、まあそうですね、はい、
全収録した部分を何とかして見ていただきたいなと、うんうんうん、思ったから、だからそんなにね編集は苦にはならなかったですね。で、あの叫んでいたご家族の中でね、はい、お亡くなりになった方がいっぱいいっぱいいます。そうなんですよ、そうなんですよね、あの声が、そうですそうです、今週の前で喋ったのは初めてだったらしいですし、はい、あ、そうですか、でそれが最後の声になっちゃったという感じでですね、まあ、あのゆうちゃんどこにいるのっていうあの叫びはですね、うん、ずっと忘れないですね。いやもうね、そうなんです、だからできたらたくさんの方々に、まあ、見ていただけるようにそのうち、はい、なったらいいなというふうに思ってます。はい、はい、荒木和弘さんと相談した上で、はい、あ、はい、よろしくお願いいたします。もう皆さん、今日ね、稲川さんに、私は昨日ずいぶん泣き言も聞いていただいて申し訳ありませんでした。なんかもう励ましていただいてというか、もう稲川さんの声を聞いてるだけでこう元気も湧いてきたんですけど、あ、それは嬉しい、はい、はい、こんなに長くご家族の魂の叫びも聞かれて、もう人一倍苦しい家族のね訴えを聞かれてる方がこれだけ頑張ってこられてるじゃないかと思うと、うん、私もまだまだ先輩に恥ずかしくないように頑張らなきゃなと思ったんです。皆さんに今ここにねいらっしゃる方々が今日も多分まだ意気消沈というか落ち込まれてる方々たくさんいらっしゃるので、はい、セイラさん、この人が、その訴えるっていう、それをせずにしげるさんは天国に行ったって書いてありますが、はい、そうじゃないですよ。しげるさんはいろんなところできちんと整理した上でお話をたくさんしています、うんうん、でそれを興奮した状態で言うのか、そうじゃなくて冷静な状態で訴えるのかっていうことでですね、しげるさんのお話も随分撮影はしてます、うんうんうん、でいずれまたまとめようかと思っていますが、はい、そのご家族は全てね思いは共通です、思いは共通ですから、その思いを受け止めていただきたいなと、うんうん、でさらに今月さんが書いてくれてますね、こういう時こそ一歩踏み出さないとダメです。その通りです。うんうん、もう、一歩踏み出しましょう。で、そのご家族の声を受けてね、何も感じないとしたら、ちょっと感受性をテストしてみた方がいいんじゃないかと思います。で、はい、ご家族の声を聞いて、前へです、まさに前へです、はい、うん、はぁです。そうです、中佐さんが書いてる、泣いてはいけません、泣くのは被害者が帰ってきてから、その通りです、うんうん、ないですよ、とにかく一人でも多くの人が帰ってくるためにも、一人でも多くの仲間を増やして、それが、まあ、本当は日本国民一丸となれるのが一番いいことなんですけど、まあ、それを目指して、はい、はい、ありがとうございます、山本ヘルミー先輩、はい、私も前に行きます、はい、はい、ちょっと一日ぐらい結構落ち込みましたけど、そんな暇はないんだというふうに、本当に時間もないですし、はい、はい、うん、落ち込んでる暇があれば自分のできることを
まだできることがないかということを考えて動くようにします。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。皆さん、いかがですか？元気になっていただけたでしょうか？ はい。矢島さんが鋭いことを書いてくれましたね。茂さんは自分が北朝鮮訪問してしまうと、この問題が終わったということになりそうなので、我慢なさったのだと思います。僕もそう思います。で、この問題を忘れさせたい勢力というのが、国会にも社会にもたくさんいましてね。で、その忘れさせたいのは、どっかで解決したい、解決っていうかな、ピリオドを打ちたいと思ったんですよ。で、そういう人たちが、巡らす策略にね、落ちたらいけません。僕はそう思います。絶対に私はあってはならないと思ってますので、ピリオドなんでね、はい、このままでピリオドなんで、あってはならないと思ってます。で、そういうことはやっぱり、拉致問題をこう表面的にふんわりと知っているだけで、まあ、先週の山本ヘルミさんのゲストの会の時にも、若い方が、拉致問題は昔のことだと思って、もう終わってしまったことだと思っている人も多いというコメントがあったんですね。その北朝鮮側からの回答の、まあ、入国してない人、残りは死亡みたいなことが結末だというふうに思っている人も中にはいるようなので、しっかりそうじゃないんだよっていうことと、そうじゃないんです。はい。で、政府が認定してるのがね、もう少ないだけで、特定失踪者って言って、拉致の可能性が排除できない人が800人以上いるんだよ、1000人かもしれないよっていうことを、もう皆さん、自分の周りの方に、ね、横田滋さん亡くなられたばかりですし、会社とかね、お友達の間でも、ぜひぜひ、よろしくお願いします。伝えてくださいね。知ってもらうっていうのも本当に大切です。あ、そうですね。山本さんも書かれてますね。あ、18歳の大学生の方がね、拉致問題を知らないと。いや、知らないんですよ。荒木和弘も同じこと言ってましたね。拓殖大学の学生にね、たちの話をすると、その時生まれてませんでしたっていうのがいたりするっていういや、ね。そりゃそうですよね。そうだと思います。横田めぐみさんでさえ知らないっていう学生さんがいるんですよ。そうですね。もう54歳ですもんね。でもね、やっぱり学校の方で、せっかく、まあ、アニメめぐみも全校に配られているのに、そういうのがこう、上演しないところもあるらしいね。ね、上映しない。で、それに対してきっちり、教育指導しないっていう文科省もどうかなと思いますし、書いてくれた人がいる。マスゴミも国会議員の多くも支持者もね、親世代が亡くなるその時、時間切れを狙っています。そう、その通りです。だからそれを許したらいけません。それを許したらいけません。本当に北朝鮮は間違いなく、日本の政府がどう動くかっていうのも、もちろん見てますけど、世論がどう動いてるかっていうのもすごく気にしてると思います。民主主義です国ね。家ですから。だからね、今山本先輩も書いてくださった、拉致事件絶対風化させない、許さないんだと。そうです全ね。員返すまで、日本が、
北朝鮮と、もう私は国交正常化はありえないと思ってるんですけど、その被害者が帰ってきてもありえないと思ってるんですけど、まだまだ日本の中に、朝鮮総連も伸び伸びと、活動をしていて、日本の中に北朝鮮の国会議員が5人もいるという、このおぞましさを、皆さんぜひ、周りの方にしっかり、知らせるということも、で、この人たちを救わないと私たち日本人恥ずかしいよと、恥だよそうと、ですね。しっかり、悲しんでる気持ちを、伝える方のパワーに変えていただいて、よろしく。よろしくお願いします。ねえ、そうですね。負けないぞと、絶対に負けないぞという思いを持ち続けましょう。わかりました。ありがとうございます。絶対に負けないぞという気持ちを持ち続ける。私も、必ず持ち続けることを稲川さんにお約束します。長い時間すいませんね。今日なんか何回も不具合が出てしまって本当に申し訳ありませんでした。最初からなんか変だったから、ねえ、聞いなてんらっか、しゃる皆さん、ごめんなさい。いやいや、すいませんでした。皆さんに、ちょっと音声が悪かったかもしれないですけど、一応稲川さんの声が届いたので、よかったです。すいませんでした。お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。稲川先輩、お疲れ様でした。なんかもう、今日申し訳なくて、すいませんでした。何回もね、コラボが失敗してしまって、ちょっと皆さんのコメントも、もちろん後で全部読ませていただきますね。すいません、ありがとうございます。たくさんのね、先輩方がここに来てくださってますね。ありがたいですね。T さん、5人誰ですか？1人は、ホジョンマンさんですね。朝鮮総連のトップの。で、後の方はですね、すいません、加藤健さんのブログの方を ご覧になってください。そうですね、三浦先生書かれてるように、野伏監督のね、映画を、恵みへの誓いの映画を、しげるさんにね、見ていただきたかったですね、本当に。しげるさんは、その映画になることをすごく望まれてましたので、そこがね、本当に、心残りです。でもね、魂は私は自由だと思ってるので、きっと、上映会でどこかでしげるさんもご覧になっていただけるんじゃないかなというふうに思ったりもします。池田さん、もしよかったらどうぞ、まだ聞いてくださっていましたら、コラボの方上がってください。受話器マークの方、なんかね、結構久しぶりなんで覚えていらっしゃいますか？受話器マークの方が出てると思います。そちらの方を押していただけましたら、ありがとうございます。池田さん。はい、こんばんは。お久しぶりです。なんあ、かどう池田も、さんはお普願いし通ます。に、コラあ、ボ聞こえ大ま丈す夫でか？したね。聞こえます。よかったです。ありがとうございいろいます。ろ、いつも心本当に感謝してまして、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはですね、しげるお父さんのご冥福を思う、心から祈るばかりなんですけど、池田さん、大丈夫ですか？聞こえてますか？いえいえ、大丈夫ですか？なんか、
ものすごく気落ちされていらっしゃると思います。ああ、いえいえ、すいません。大丈夫ですか？眠られてますか？おはい。食事も召し上がってますか？なんかいや、すごく普段よ金り曜日も。の夜は何も食べれませんでしたけど、まあ、今はああ、そうです普通か。にやってますね。大丈夫です。皆さんにお伝えしたいのは、まず横田のお父さんはですね、本当に優しいお方で、最後に会ったのが2015年だったか、僕たちが再会を誓うっていうチャリティーコンサートを新潟でさせていただいた時に、3歳の僕の息子のことを見て、子供は可愛いねってそうおっしゃってたんですよ。それはめぐみちゃんのことを思いながらそう言ったんですよ。僕はその言葉を胸にずっと活動してました。葬儀は明日の月曜日の午後に家族葬だけでやります。やるそうです。できたらメディアの方がこの行かないようにしていただきたいですよね、本当そうですに。ね。僕が知ってる限りで、キー局とか新潟の放送局も全てそういうふうにお願いしてますんで、行かないと思いますんで大丈夫だと思います。明日はですね、ちなみになんですけど、テレ朝系の新潟の方で生放送で、夕方から新潟から訴えさせてもらいますけど、池田さんが出られるんですね。そうですね、月は火い。水木で、毎日たまたまなんですけど出させていただきたいと、そういう役割をいただいて本当感謝なんですけどね。新潟だけなんですけど、こう誰かこう YouTube に上げてほしいなと思うぐらいで、本当に。ああ、そうですね。じゃあ、新潟の方の、新潟県だけですか？見れるのは。そこはそうです。ああ、そうなんですね。まああでと、もテレビの番組をね、ちょっと上げるの違法ダそうウンですローね。ドになってしそまれうからね、も難しいんですよね。こう、それをこう時折こうマークで、Facebook のこうマークとかあるとこうよくできるんですよね。自分もたまにやるんですけど、それは違法じゃなくて、あげてくださいっていう、そういうところは、こう、そういう、Facebook とか、そういうマークを出してくれてるので。わかりました。あとはですね、桜の木の話をしたいんですけど、横田さんのですね、ご存知かもしれませんけど、僕たちが小学校から知ってますけど、より中学っていうところに入学式の時に、横田さんは風疹で入学式に来れなくて、その何日か後に、お父さんに無理やり記念になるからって言って、それでみんながご存知の桜の前の写真をお父さんが撮ったんですけど、その時の様子をたまたま僕は知らなかったんですけど、同級生の同じバドミントン部の清水ってやつが見てて、お父さんがこういうポーズをしてくれとか、ああいうポーズしてほしいとかって言ってたんですよ。それはそうなんです後ね。々きっと横田が結婚するときに、
というふうに思ってお父さんがそうやってたのかなっていうふうに僕も私はそう思ってたんで思ってるんです。はい、池田さん大丈夫ですか？本当なんか心配になってきた。あ、すいません、一番お伝えしたかったのは、横田めぐみさんはとても優しくて聡明な同級生でしたよ。はい、はい、そして2016年にシリーさんのこの放送を聞いた時、あとそうですね、本当に初めて聞いた時に涙して、その深く感謝したことを。あ、いえいえ。そして出張で関西に行った時にも、わざわざ新大阪まで車で来ていただいたことも深く感謝してますし、ありがとうございます。月さんにも本当に感謝していて、お父さんの死を無駄にしないように、みんなでいろんなことありますけど一致団結して、うねりを起こしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、牧田さんはやっぱりね、その横田茂さんとも思い出もたくさんあると思うので、お父様がこう茂お父様がこう入院されてからも心配もされていたので、すごい私たちよりももっとショックだと思うんですが、私は人が亡くなってしまってもなんていうんですかね、その気持ちを受け継ぐこととか、あとその人の魂は私は あると思って信じてるので、私もそうですよ。はい、はい、魂は永遠だと思ってますよ。はい、だからもうその先お母様のことももちろん、見守っていらっしゃると思いますし、池田さんたちがね、また10月に、はい、めぐみさんへの同級生の方々のおかえりなさいコンサートも予定されていらっしゃいますし、ね、このコロナのできないかもしれませんけど、はい、ことがありますので、どうなるかっていうのがちょっと決定的には難しいところもありますが、同級生の方々が一生懸命集まってくださって、めぐみさんが帰ってこれるようにっていうふうに温かい気持ちで毎年コンサートをして席も用意して待ってるっていうのを、本当にこれからも今までもこれからも多分嬉しく見守ってくださると思いますので、皆さんどうぞ。はい、僕はですね、もう月ちゃんとシェリーさんが僕たちが翼をくださいを歌ってる時に泣いてらっしゃるね、え、私ね、もう大号泣でしたもん ね本当に本当に忘れられないですよ。邪魔になるんじゃないぐらいね、もう本当たまらなかったですよ。思いのこもった歌を聴かせていただいて、いろんな思いを、はい、お察しいただいてっておっしゃってましたけど、僕たちがそれをそのことをここを見て、涙しますよ。いえいえ、早く、本当に早く、一日も早く、被害者をね、なんとか取り戻したい、取り戻せる日が来て、池田さんたちも皆さんまだまだ若々しいですし、めぐみさんも今帰ってきても、とね、自分のやりたいことまだきっとできることもたくさんあると思うし、そうですね、希望を捨てないでいきましょうね。はい、そうですね、
もはい、しっかり頑張う、り本当にますので。もう2016年からはですね、月ちゃんとシリーさんあっての池田ですよ。本当にありがといえ、そんなことないです、ないです。すいません、ありがとうう。いごつざもあいりまがす。とうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。北さんに出会ってから私の中でもものすごく本当に魅力ながらでもやっていかなきゃいけない、やらせてもらいたい、やらなきゃっていうすごく覚悟が固まったのは北さんたちに出会った、92歳の中お林か先けで生す。にも、吉田にも伝えておきます。ありがとうございます。92歳のね、中林先生も2時間も立ちっぱなしでね、優子さんのために署名活動をしてたので、そうですか。どうぞご無理のないようにお伝えください。またありがとうご一ざい緒ましに頑た。張りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。池田さん、どうぞ元気出してくださいね。頑張りましょうね。本当、ありがコとうロごナざにい気まをつす。けて、お体ご自愛ください、皆さん。シェリーさん、月ちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありが失礼としうございまましす。た。失礼します。失礼します。池田さん、すいませんでした。なんか急だったんですが、お話ししてくださってありがとうございました。ねえ、辛い中を、お話ししていただきまして、本当にありがとうございます。池田さん、どうかね、しっかり何かお食事召し上がって、休んでくださいね。寝てくださいね。すいません。来週のゲストのご紹介をさせていただきます。来週ね、ちょっと、このツイキャスにもう何回も出ていただいてまして、加藤健さんが多分最多出場だと思うんですね。で、加藤健さんの次に一番多く出ていただいてるんじゃないかと思うんですが、三浦小太郎先生に来週お話をお聞きしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと用意してた写真が、これでいいかな。三浦先生からはですね、なんとありがたいことに、分厚い、皿のっていう大変なんですけど、新刊の中学校の公民教科書を送っていただきまして、こういうね、皆さんにこれだったら見えるのかな。新しい公民教科書。作る会って、皆さんご存知だと思うんです。新しい教科書を作る会、略して作る会なんですけど、そちらの作る会の理事を、三浦先生されていらっしゃいます。またアジア自由民主連帯協議会事務局長、評論家、の三浦先生なんですが、この度この公民教科書の、制作の方も三浦先生関わられてるんです。教科書のね、後ろの方に三浦先生のお名前があります。で、この、教科書はですね、実は買えます。Amazon とかで買えるんですよ。ちょっと今ね、URL 貼らせていただきます。でね、公民の教科書の方は、なんて言うんですか、文科省とかがこう出す、検定は合格を勝ち取りました。でも残念ながら、歴史の方の教科書が検定から、不合格となりました。でもその不合格になった方の新しい歴史教科書の方はですね、
Amazon で1位になっております。はい、40件ぐらい星5つのレビューがついてました。なぜ不合格になったかとかですね、はい、自由者さんのね、歴史教科書がなぜ不合格になったか、でまた公民の教科書も一応検定合格勝ち取りましたが、どのようなご苦労があったかとか、そういったことを細やかに教えていただきまして、今学校の教科書っていうのはどういうふうになっているのかと、でなぜ歴史新しい教科書を作る会っていうものが発足して教科書を作るようになってきたのか、教育の大切さね、大切さとのためにはきちんとした、教科書を使って子どもたちに教育しなければならないという信念があってのことなんですが、うん、そういうことを含めて三浦先生からお聞きしたいと思います。こういうね、教科書の執筆者の人っての立場で三浦先生の話聞けるってなかなかね、新しいんじゃないかなと思います。私たちはその普段、子どもさんがいらっしゃる方だったら子どもさんが学校に行ってる間は教科書をこう見る機会もあるんですが、子どもが学校を卒業してしまったり、お子さんのいない家庭でしたら、自分の教科書を手元に置いている方もなかなかいないでしょうし、今の教科書がね、どんな教科書になってるかとか、あと、今は皆さん多分すごく自虐視感から目覚められてると思うんですけど、自分が中学校の時とか、高校生、小学校の時とか、どういう教科書で学んでたかっていうのは、うろ覚えだと思うんですね。で教科書をね、買えるんですよ、皆さん。もしよかったら買ってみてください。この教科書、売ってる方の教科書にはね、いろんな資料も載ってます。教科書じゃない部分も載ってます。どういうところが不合格になって、どういうところが合格になって、やり直したのかということまで載ってます。はい。それがね、後ろについてたりするんです。すごく面白いですよ。で、例えばツイッターとかフェイスブックに、今の学校の教科書でこういうものは文科省って検定を不合格にするんだよみたいなことを広めていただけるのに使っていただけるのもいいかもしれませんし、ぜひご興味のある方はお買い求めください。はい、来週三浦先生にお世話になります。今日なんかね、なぜか最後池田さんはすっとコラボに上がっていただけたのに、組長にね、稲川組長に上がっていただけなくて、何回もね、本当に何回もコラボの方を押していただいたのに落ちてしまって、本当に申し訳ありませんでした。はい、これに西村慎吾先生の息子さんの西村光さんと一緒に、尖閣の方行かれた時だったかな、はい、の写真です。あ、ポチりましたか、玲子さん。そうですか、はい、面白いです。今の教科書すごくカラーで、ほぼ全面カラーで、そのお値段なんですけど、白黒の部分ほとんどないです。写真とか絵もいっぱいあって、ものすごく面白いです。はい、いいですよ。皆さん、よかったら文化社さんを応援する意味でも、はい、ね、ちゃんと頑張っていい、日本が悪くない部分もしっかり書いてある教科書をね、作ってる文化社さんを応援するためにも、もし買っていただけたらありがたいです。今日稲川和夫さんから、何があっても諦めない、やり続けるというふうに、はい、私たちの心の軸にそれがないと、これからも活動が大変だと思います。もちろん人が亡くなられたらものすごく悲しいですし、残念だ、合わせて差し上げたかったっていう、その思いが込み上げてものすごく落ち込みますけど、
でもね、被害者の、拉致被害者のご家族、皆さんご高齢ですから、もうこれからもこういう試練は私たちにいくらでもあると思います。でも、それを跳ねのけて、で、頑張れることが何よりの弔意ですし、一日も早い帰国への道だと思います。だから、泣きながらでも、ついたももやってください。署名を、代理署名をお願いされた方は、月に1回の署名活動に、年に2回だけは行くとか、新しい目標で動いてみてください。よろしくお願いします。では、来週、三浦先生にお世話になります。今日、稲川和夫さんに、たくさん力が出るお話をしていただきました。ありがとうございました。おやすみなさい。迎えに行くよ。